運ゲーだからこそ早めにキルを起こして、楽しいね、議論時間を進めたいんですよね、僕はね。ナイボおー、ナイいス、ボー、ナイス。ー。すごっ。だいぶヘイト買ってんな。家下入れやすいからな。めちゃくちゃイライラする。あったさこしお。絶対見られてますよ、アルマさん、それ。おい。わぁ。ナイボ。おい。ナイボ。これはない。え？ちょっと待って、高田さん。え？弁当出てた今。高田さん勝ちタスクよ、エレキの。誰か勝った、エレキで。あ、ネロちゃんか。え？何ですか？ごめんなさい。エレキの勝ちタスクいますよ、俺。え、高田さん、ベッド出てない？シャワーの。ネロちゃんと絶対出てる、絶対出てない。あ、出てない。絶対出てる。ごめんなさい、ごめんなさい。ありえない、マットだろ、プテハシ。いや。プテがシャワーのタオルタスクやって終わって下行ったら出てきたってこと？ね、僕がシャワーの見間違いじゃない？ピンク違い。アルマが出てる。このスキン見間違う。大丈夫です。大丈夫です。僕が悪かった。信じて、俺はプテが来るだって信じてるから大丈夫。ありがとうございます。うん、絶対来るって。ありがとうございます。マジでイライラする。あいつマジで危ねえよ。あいつマジで危ねえよ。お前何やってんだあれ、お前本当に。てかエンジン人いすぎ。藤宮やっぱ見間違いだった説、これ濃厚ですよ、プテ君。シャワーカンカンです、高田さん。このスキン見間違わないだろ。てか、むしろアルマが弁当から出たところをアルマと見間違えたんだよね。あ、そう、藤宮が出た。アルマのこの片つぶりか。左側の方ね。そうそう。上だ。本当に高田さんの方がこの2人、これと見間違うわけないでしょ。じゃあ他の人たちみんな、僕と高田さん見間違いますか、このスキンで。いや、僕見て。いや、僕ちょっと歌歌いながらサスケやってたからさ。いや、ちょっとだって、まずそもそも集中力切れてたの一瞬。キラリのね、この甲羅が、私の自慢な甲羅が見えてしまった場合、ぐるぐる。おい、時間使われてる、時間使われてる、時間使われてる。時間使ってない、時間使われてる。本当にこれ見間違いでいいんすよ。ローラーする、絶対ローラーする。絶対ローラーしてね。竹尾さんは竹尾さん。え、じゃあ絶対ローラーするっていうか、あなたがおかしいんですよ。竹尾さんエンジン脇、ここまで一緒で、で、ガミが今停電直したんですけど、キッチン展望館のドア開けて入ってるんで、停電中に展望行ったはないです。なるほど。コックピットでダウンロードして、今コミュニケーションの左と武器庫の上の扉を開けたところまでは行けてるんだけど、オニキは来てないと。プテがダウンロードしてたのはみたいな、ね。そう。その辺にいたね、竹尾さん。てか僕のレポートの、ああ、まあいいや。シャワー奥です。知ってます。おめえが釣られんだから。左側前提だったら俺は絶対ローラしてね、これ。ネローラはエレキ診察らへん。あ、僕は貨物ですけど。一応石油はいけるかも。石油いけたとしてもオラフ君は絶対いけない。オラフ君から俺に白出ないと思うけど、うん、俺はオラフ君に白出せると思う。OK、キッチン石油館の扉が次みたい。
はい、なと思います。まだ僕言ってないよ。今から言います、ね。はい、貨物で高田慎太郎で湧いて、高田さんがした僕が上です。でラウンジアーカイブ、最後はシャワーの配線の前で終わってます。あれ藤宮ってアルマ現行犯、うんうん、あれ、まあ、切った瞬間見たわけではないけど、まあ、カンカンに死体があって、そこから出てきた。慎太郎さんがいる場合開けてるはず、アーカイブの下は。プテガみたいなのって、その、うんうん、切るために出てきた瞬間のアルマを見たとかじゃないの？そういう時間じゃないの？いやー早い。それにしてはキッチン席のほうに藤宮も一票マットっぽいな。なんでお前がいい？これ絶対ロラしてね。どうだ？ナイス。ハットだわ。ナイボ。さすがに俺白置きでいい。いやアルマがマットになったらマットンでアピールして出てきてたってことだから、うん、近くに僕と一緒にいたのが明夜神。うんうん。どっちかです。はい、インポスターもね。あ最初の指摘の時。後ろから出てってるはず。いや正直はね。どのタイミングで出てきたっつうの？シャワーの。ラフ君に白出してたよね。俺もだってタオルタスク拾い終わってタオルタスクしまうところまで行ってる時間だったと思うよ。あのあれ、ね、プテがマット師匠した時って、うんうんうん、ベント師匠した時、うん、いやそれはそう。なんてかそこより普通に切るの、うん、まあまあそうだね、うんうん、適当にデータだけ。え藤宮城置きはだとできないと思うよ。なんで今キルクールゴリゴリ開けてて俺がキルしない理由ある？いやあるでしょ。しかし俺アルマの弁当見間違い説最初から言ってた。まあそうね。インポスターで、うん。まあそうね。アルマがじゃないのっていう話をしたのは藤宮。まあ売るタイミングにしては早いと思う。うん。オッケー。ラフ君はネロちゃんから白出てたから。まあまあいいでしょ。ラフ君は白でいいよね。うん。最初はシャワーのカンカンなんだよね。カンカンだね。だから藤宮君目線は犯人は切ってどっかに逃げた後だよね。で、俺停電中にメインシャワーカーの扉を開けて奥行ってるから。うん。まあ右側からの侵入かな基本は。オラフ君でどっちのキルにも白が出てたんだっけ？バイタルで見てるみたいな。ネロちゃんからじゃなかった、うんうん、あ、ネロちゃんが。そうそう、ネロちゃん死んでるから、うん、あ、じゃあ。でもこれさ、確かガミメイプテって左側で3人とも死人があるみたいな話しなかったっけ？そうですね。ガミさん、竹尾さんキルでしょ？うん、だからなんかシャワー側のキルって藤宮君はじくんならハタシになるのかなって。ハタサゴどこだっけ？だから俺が停電中にシャワーメインのところの扉で藤宮とすれ違ってて最後メインホールの直前の部屋に入ってるから、あの慎太郎さんのその扉のアーカイブから入ったが本当であれば今回アーカイブで開いた人が扉見ててほしかったけど、あ、見て見た人とかいないんですかっていう。下開いてるんだったら慎太郎さんができなくなっちゃうから。右直したの誰？はい、ガミさん単独で右直してる。ガミさんは左、僕、まあ私どっちかかな。藤宮の方が印象いいから慎太郎さんだと思ってるけど、その扉状況では変わるなとは思ってた。うん、藤宮はいいんじゃない？ちょっとむずい。オラフの兄貴、間違えます。兄貴。僕は慎太郎くん入れたいけど。はい。行きましょう。配置。藤宮くん白センターだから藤宮くんボタンあったっけ？これはボタンある。なら藤宮くんがボタンに向かってほしい。で、あとはサボをいい感じに。はい。ふわりお願いします。警戒。ナイス、ナイス、ナイス、素晴らしい。どうもどうも
まあ言うてだから、ね、フラットだからね、私は。しゃあない。いい。いや、マジで出てないよ、僕。いや、出てったってか、入ったんだよな。そう、入ったのを多分見たの。俺、マジであれ、笑っちゃってさ、なんか、プテイトーサガミさん、真後ろにいんのに、アルマ弁当入り始めてさ、こいつやべえと思って。いや、もうなんか、メイヤさんの赤文字にでも嬉しくなっちゃって、もう飛び込んでる。しかも、それ高田さんだと思っちゃった、僕。間違えんか。いや、もうピンクしか見えなかったのよ、本当に。あでも確かに、その右側のピンクは、ね。右向いて入ってったから。で、プテさん左から来たから、この甲羅が。